写真を合成して作られたミマスの地図ミマスの地形一覧では土星の衛星ミマス上にあり名前が与えられている地形の一覧を示す。ミマスの地形はアーサーオ伝説とタイタンの伝説に登場する人物や地名にちなんで名付けられている。唯一の例外はクレーター・ハーシェルで1789年にミマスを発見した天文学者ウィリアム・ハーシェルに由来する。 これは国際天文学連合がミマスの地名に関するガイドラインを制定する以前に命名されたものである。ミマスの谷の名はアーサー王伝説やタイタン伝説に登場する地名に由来する。ナオキャズマは細長い谷状の地形のうち、険しい崖によって両側を隔てられたものを意味する。ミマスのクレーターの名はアーサー王伝説の登場人物に由来する。 ただし、ハーシェルクレーターは除く。ミマスの連鎖クレーターの命名カテゴリーは定められていない。現在命名されているのは、谷から変更された一つだけであり、谷のカテゴリーに従い、アーサーを伝説の地名に由来している。ありがとうございます。